も作品ですかね。すごく不思議な空間。瀬戸内の12の島々と2つの港を舞台に、2010年から3年に一度開かれている瀬戸内国際芸術祭。瀬戸内国際芸術祭2022を開幕いたします。5回目を迎えた今回は、33の国と地域から184組のアーティストが参加。開催当初から掲げている海の復権をテーマに、アートの力で島に活気を呼び込みます。この島が女木島ですね。だんだんと近づいてきました。最初に私が訪れたのは、高松港から船で20分の女木島です。この島では18の作品が展示されていて、特に民宿を改装した寿荘に作品が集まり、見どころの一つとなっています。回してみると、あ、スコップがお花のように開いてきて、あ、中に金色の妖精でしょうか。可愛らしいですね。金物の修理を行う妖精の仕事場をイメージした作品、ティンカーベルズファクトリーです。鍋やスコップなど島の内外から集めた不要品を作品として生まれ変わらせ、非日常な世界観を味わうことができます。心を開いて、もう真っ白になった状態でこう素直にこう見てもらったり、触ってもらったり、感じてもらえればいいかなと思います。こちらは桃太郎の伝説が残る女木島にちなんだ、鬼ヶ島ピカピカセンターという作品です。扇風機やヘルメットなど、何でも照明器具に大変身。幻想的な空間を生み出している紙袋の照明は、自宅でも作れるようにキットを販売中です。この作品に限らず、島で展示されているものは購入できるものが多く、作品鑑賞とショッピングを楽しむことができます。続いて訪れたのは、女木島の隣の島、小木島です。ここでは3つの新作を含む10の作品が展示されています。中でも注目がこちら、真壁陸二さんの作品、さざ波の家です。真壁さんは瀬戸芸に第1回から参加していて、今回は漁協の倉庫の壁に作品を展開。色や大きさが違うさまざまなアクリル板を重ね合わせることで、瀬戸内の海と島を表現しています。アクリル板っていうのは、コロナ禍の象徴的なアイテムだと思っていて、そういう素材に出会って新しい制作作品になりました。作者がどういうことを考えたかなっていうことでもいいですし、自分がどういうふうに感じるかっていうことをより深く掘り下げて、体験できる、そんな時間を作ってもらいたいなと思ってます。
コロナ禍での開催となった今回の瀬戸芸。感染防止対策として検温スポットを設置し、体調確認が済んだ人にはリストバンドが渡され、これを提示することで作品を見ることができます。また島の飲食店が密にならないよう、高松港などで弁当や軽食をテイクアウトで販売。メニューは日替わりで、地元の食材をふんだんに使っています。タケノコシャキシャキしてて、うまみがギュッと詰まってて美味しいです。瀬戸芸の春会期は今月18日までで、その後夏会期、秋会期へと続きます。こんな時だからこそ島に元気を。アートの力で瀬戸内の魅力を発信します。